本郷の平山愛コンバージョン成功。7対0、バレンティチームリードです。終了です。マッチナンバー32カップトーナメント5位決定戦、チャレンジチーム対大手門学院 VS、 ご覧のように7対0チャレンジチームリードです。Yeah!
代わりまして、2番木下由美選手が入ります。
チャレンジチーム選手の入れ替えです。3番加藤幸子選手に代わりまして7番安藤穂中選手が入ります。選手の入れ替えです。1番笠井杏奈選手に代わりまして8番熊谷彩香選手が入ります。最後は17対12、大手音楽園ヴィーナスの勝利です。